シャッスーナナカです。今回もやっていきましょう。フォートナイト最新情報バージョン 12.30 の情報になっております。こちらの方はね、皆さんの高評価なりチャンネル登録、そしてクリエイターサポートのおかげでね、僕も活動させていただきています。ありがとうございます。というわけで今回がやっていく情報は、まずはデッドプール関連ですね。デッドプール関連、何が出てきたかっていうと、なんとね、デッドプールのなんと、まあ、ザ・ヨットと、あとは、補給物資のデッドプールバージョンがなんとリークで出てきました。はい、こちら見ていただくとね、船はね、デッドプールのなんかこう真ん中の方がなっていて、で補給物資も変わる、なんかデッドプールのイベントの予兆かなんかでしょうかね。今はそういう風にね、マップの方で変更などはなかったんですけれども、そういう風に、はい、デッドプール仕様に変わるのではという形でございます。そしてデッドプールバージョンのデッドプールのハンドキャノンという形でね、ミジック武器なのかわかんないですけれどもね、こちらの方が出てきました。まあハンドキャノンって書いてるけれども、これは厳密に言うとハンドキャノンではないんですよ。まあ何かっていうと、二丁拳銃のあのものとなってるんですね。ハンドキャノンって元は威力は75とかそこら辺あったんですけれども、こちらのデッドプールのハンドキャノンもね、二丁バージョンになってて、プレイヤーダメージは21、そしてマガジンサイズは18発となってるんですね。そしてリロード時間は2秒なので、まあそこそこちょっと、まあ長いかどうかっていうとちょっと長いかなぐらいですかね。でアサルトライフルの弾を使いますっていう感じでね。だからハンドキャノンっていう名前がついてる、なんかミシック武器っぽいけれども、ミシック武器だったらミシックの中で一番弱い武器になってくるので、ちょっとこれはね、新しい武器というか普通のドロップ武器な気もしなくもない、そういう感じがしますね。まあ、何々のハンドキャノンとか何々のっていう風に書いてるのがミシック武器なんですけどね。それでこれで頑張ってデッドプール見つけて倒して、この火力だったらはーってなるんで、おそらくそういったね、あのミシック武器という形じゃないのかなって思いますね。そして、今回出てきたのがなんとアイテムなんですね。そうなんですよ、新しいこちらのねアイテムが出てきたんですね。こちらね、あのキングスマンっていうね、傘のアイテムになります。まあこれ映像見てもらうと分かるんですけれども、僕これね、あのキングスマンをゲットしていろいろ使ったりするんだけれども、まあその映像の前にね、僕は詳細データいっちゃうんですけれども、あれ、これはね、殴ることができたり展開することができたりする、そういう傘なんですね。展開っていうのはグライダーの再展開とまあ似てるような感じですね。ただ違うのは、グライダー再展開のような、あのそうですね、この高さの制限とかそういうところはない、そういう傘になってきます。なので今までグライダーの再展開ぐらいしかそういう飛行アイテムがなかったんですけど、この傘を持つことによって落下中に再展開ができるというわけですね。でもアイテム化することによって、おそらく再展開すぐできるグライダーのね、あれ持ってるだけで展開できるんですけど、傘の場合持ってるだけで展開できるかどうかっていうのは僕の方で確認ができなかったんで、もしかすると落下中にこうカーソルで切り替えて発動することになるのかもしれないですね。建築物へのダメージは150、そして対人ダメージは55という風に、ね、なっていますので、結構建築物に対してのダメージがあるんですよ。そしてまあ見ていただけると分かると思うんですけど、普通に木とかそういうアイテムにね、こう殴り入れると素材回収もできるので、そういったね効果になっていて、今までのなんだろうな、いろんなそういった武器のなんでしょうね、融合体みたいな、そんな感じですね。グライダー再展開のもうちょっと強力バージョン、対人にも使えるし収集にも使えるっていう形でしょうかね。これが一つ。もう一つね、アイテムが出てきたんですよ。そう、あの投擲アイテムがね今回出てきたんですけれども、皆さんバウンサーって覚えてますかね。あのピョーンって飛ぶやつなんですけれども、そのバウンサーがですね、投擲物になって出てきたというわけですね。はい、そうなんですよ。まあそのバウンサーの投擲物的なアイテム、こちらの方はね、別に場所は選ばないんですよ。前はトラップだったんで、あのトラップということは何かこう建築してそこにバウンサーを仕込むって形だったんですけれども、そういったわけではなくて、普通に仕込む、適当なところポイって投げたらこう飛び上がるような
ものとなっていて、名前クラッシュパッドって呼ばれるらしいですね。はい。で、一応落下ダメージを防ぐってことにもなるので、自分が落ちてやべえってなったら下にポイって投げて、それで落下ダメージを防ぐっていうのもありだし、うん。ただこれは横に設置することが今までこうねバウンサーはできてたんだけど、それがちょっとねできないのかなって感じがしますね。はい。なので強制的に上に跳ね上げる効果になっている、そんな形でございます。このまあ以上が今だいたい出てるリーク情報なんですけれども、それ以外何かね、あこれが変わったとか、それが変わったっていうのが、あそうだあったんですよ。そう、キーマウのね、リコイルがなんかすごい変わったらしいです。なんか減ったとかいう話も聞きましたね。どうなんでしょうかね、そこは。まあ、それがちょっとね、わかんないですけども、キーマウスの人のリコイルが変わったよみたいな話もちらほらツイッターで見かけたんで、もしかすると変わってるのかもしれません。はい。もうそうなるとちょっとね、パッド勢としてはってまたパッドきつくなんのか厳しいなーって感じがしますけど、これは詳細わからないのでちょっと皆さんね、ぜひとも教えてください。それ以外にも何かね気づいたことがありましたらね、動画の方にコメントとして書き込んでいただけると助かります。よろしくお願いしますという感じでね、今回のでもフォートナイトアップデート、まあまあいいじゃないですか。今までフォートナイトのチャプター2から始まったことっていうのは、もう今まであったものを全部削除して、それで復活させて、みんなをね、ほら懐かしいっしょみたいな感じでやってたところを、今回久々にオリジナルアイテムとしてね、こういう風に召喚してきたので、結構いい方向には来てるのかなって、個人的にはね、ちょっと嬉しいものがありますね。だから今まであった武器のこうなんかね違うバージョン、例えばミシクってそんな感じじゃないですか。今まであった武器を強化したものでポーンって出すような、それだけじゃなくてオリジナルアイテムが今回ね2つも追加されたので、ちょっとね今後このアイテムを使ったプレイっていうのがね期待されますね。そして今回の雑談はアーティストさんたちに支援ができるかもっていう、そういうねお話になってます。まあ何を支援するかっていうとね、アーティストさんたちって今こういろんなね、ライブが中止になってたりとかね、そういう延期になってたりとか、いろんなところであるじゃないですか。その期間中っていうのがね、やっぱり今まで借りてた会場代がとか、いろんなこう形で皆さんねこう困ってらっしゃる声が聞こえてきてると思うんですけど、それに少しでもね貢献しようと思ってグッズだったり CD だったり買うっていうのが皆さん当たり前の話じゃないですか。それ以外にもね実はできることがあって、音楽アプリってあるじゃないですか。Apple Music とか Spotify とか LINE Music とか Amazon Music とかっていう、そういうアプリケーションでこうよりアーティストさんが還元率のまあいい、そういうねアプリがどれなのかっていう説明ですよ。そうなんですよ。だから一番このアプリで1再生するとアーティストさんにいくらお金が入ってくるっていう、そういうお話ですね。なので一番その効率がいいアプリで聞けば、よりよくアーティストさんにこうね還元ができるっていうお話ですよ。で今回ね、冒頭にも挙げた LINE Music とか、まあ、Apple Music、Spotify、まあ、Amazon Music、 この4つの中で一番ねどれが単価高いと思います？皆さんこれね、アップルミュージックが一番ねアーティストさんへの還元率が高い 1.06 円なんですね。だから1再生あたり1円アーティストさんの方に入るような仕組みになってます。でこれはね音量オフにしたりとか、あとは冒頭のちょろっと10秒聞いたとか30秒聞いたとかだけじゃダメで、しっかり全部聞いてくださいねって、まあ全部っていうのはその範囲が分かんないんですけど、まあしっかり全部聞いて1円って考えてくださいね。はい、そうなんですよ。なので他のねサイト、まあ次2番目、還元率がいいところっていうと LINE Music 0.72、 そうなんですよ、 0.72 って聞くとおー7、まあやめとこう、これやめとこう、いや 0.72 円ですよ。そうですよ、 0.72 円が還元されるということになってるんですね。だから LINE Music と Apple Music はだいたいね、まあ5円以上還元になってるんですけど、僕が使ってる Spotify と Amazon Music はもっと下がって 0.39 円になるんですよ。いやこれで5円 0.5 円切ってくるから、もう Apple Music の1再生と比べたらね2再生以下ですよ。そう、あの還元率で言うとね。そして Spotify、 これが一番今回の還元率低かったんですね。 0.27 円なんですよ。だから Apple Music で 4
1回 Apple Music で再生するのと Spotify で4回流すのはイコールだっていう話なんですよね。なので皆さんぜひともね、こういったこの還元率を見て自分のアーティストさんのちょっとした応援っていうのがねできますよっていう話なんで、ここはねちょっと小耳に挟んどいてください。というわけで今回はこんな感じで、このね情報が役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてクリエイターサポート7課をよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう、なんなんそれ。多分いける。オッケー、ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー